千原大墓公園でございます。これ前方後円墳、全長がどれくらいのかな。書いてあるか。全長は約186メーター。ちょっと方墳の方が短いかな。上から眺めてわからんか。これわからんな。ちょっと上がってみようか。てあんねんけど、続いてます。はい、ありがとうございます。これはちょっと行かれんかね。反対から行くか。風が強いね。こっちから行きましょうか。これ後ろが、三輪山でございます。大三輪さん。おお、引っかかってる。竹がいっぱい出てきてるぞ、竹が。ほら、竹の子が。水無し山だ。うねうさんだ。風強いな。ずーっと来たらこれ地上だ。発射火口。下は何にも古墳が見えがね。で、桂木だ。あれは、どうやろ。桂木さん。あれ、今後だなんとかな、わからんな。ずーっと掘ると。これが、二神山で、二条山でございます。お湯は、すごいな。ああ、ちょっと道が狭すぎるね、これは。これは、普通車行けるか。ギリギリだな。ああ、やっと着いた。さて、じゃあ、石像見えるからね、見てようか。失礼しまーす。誰もいらっしゃらんかね。富士神社でございます。これがね、もともとは古墳の跡でございますね。今神社になってるけど、この裏に行ったらね、そういう傷が見ることできるんですよ。ちょっと見せてもらおう。失礼します。弁天社古墳、風洞ないけどね、わからんか。これ風洞があるとそれの20メーターぐらいの古墳になるかもしれないね。いうふうに入れんのかね。ちょっと見せてもらおうか。ありがとうございます。どうやって入んのこれ。お、すごっ。せっかく埋まっとるかね。ちょっと埋まってますか。洞窟の跡があるんでね。いやー、大きな椅子、ね、大きな椅子を組んでくれてるんだけど、だいぶね、ずれてるね、石ね。
これフードがなくなるとずれるんですよね。長年の地震かなんかでね、フードがなかったという石がずれる言ってたね。これはずれた上にすごいことになってるの。この木にね、寄りかかってますよ。あら、大きい椅子買ってくれてるけど、こうやって見たら怖いね、これ。上にはね、木がもう土がないからね、これは大変だろ、これ。いつもね、この木も根はどうなってんだろうね。どっから入ってんだろうね。ああ、こんなことになってんのか、根は。すごいことになってますわ。いやいや、これ危ないね。これはすごいことになってんね、根がね、下もね、張ってんね。怖いね、これ。これ、台風が来たら危ないな。風が吹いとるけど、怖いけど、ゴーゴー落としてるわ。飛び上がれるんやけどね。こうじゃ、この根がどっち張ってんだろう。幹の大きさが、ね、直径で、もう80センチ、90センチ、下の方なんかすごいことになってんねんて。これはいいじゃないで、木やな、これ。いやー、これは珍しいわ。いろんな古墳見たけど、珍しい。ほんまに超珍しいんでございます。ほら、船見ました。これ、呼吸吐いて、もう素晴らしい。素晴らしいございますわ。これ、呼吸が。苔に手をね、つけようにしとこうか。はい、ありがとうございました。弁天上古墳でございました。ありがとうございました。三輪山でございます。はい、ありがとうございました。さあ、いいふうに帰ろう。